アスリート忍者への道パワー充電ポーズ。1、前習いをします。2、その後ゆっくり手を天井に上げます。手裏剣準備。1、前習いをします。2、腕をゆっくり開きます。手裏剣発射。1、前習いをします。2、上、下、左、右に動かしていきます。片足バランス。1、両手を広げます。2、右足の膝を曲げて高く上げます。3、そのポーズで5秒待ちます。1、2、3、4、5、4、同じように左足もやります。膝を曲げて高く上げます。そのポーズを5秒待ちます。1、2、3、4、5、終わりです。隠れ身の術。1、お尻を上げてできるだけ小さく座ります。そのまま静かに5秒待ちます。1、2、3、4、5、終わりです。じゃんけんポーズ。1、グー。2、チョキ。3、パワー。腕振り。1、肘を曲げます。前と後ろに交互に振ります。できるだけ大きく速く振ってみよう。いいですね。次、もも上げ。膝を高く上げます。交互に上げます。背中が曲がらないようにできるだけ速く上げよう。終わりです。忍者アスリート。1、かかとを上げてつま先で立ちます。2、その場から動かないようにゆっくり腕を振ってももを上げます。3、少しずつ速く動かしてみよう。ドタバタ音が鳴ってはならぬ。終わりです。マネ鏡の術。お互いに前習いをします。一人が動きます。もう一人が真似をします。上手にできたら交代です。終わりです。みんなも頑張ってやってみてね。